ピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で中平、ネクストバッターサークルに控えているのは内村、流し打ち鈍いゴロ、西田ベースを踏んでツーアウト。パープルリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で中野、今日は三振とレフトムービングカーソルを、まずはヒットライトセンター見送った。福岡7回の裏パープル攻撃に入ります。この回の先頭バッター望月、入ったホームラン、ソロホームラン。パープルここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で片平、投球飛ぶから2球目、第3球は内角低めに送ってストライク。三振に切った。先ほどヒットを放っている内村、第9球初球を打ったセンター、あっと弾いた。そして今先行チーム点差を2点に縮めました。ランナー2塁という場面で宮口、この後に控えているのは谷川、第3球はインコース低め、タイストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外角低め1回、見逃し三振。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で木下打ちました。ツーレッツホームランだ、ホームラン。若杉、パープルこの回は打順よく1番からの攻撃。